おーおーおー、ただいまー、お疲れ様です。何ですか？笠井さん、はい、この前の後楽園ホールでは、はい、すごい強力なラリアットを、うん、私にされましたけど、はい、全部水に流すので、はい、ぜひまた私とタッグを組んでいただきたいと思って今日は来ました。もういいよ、もう。いや、お願いします、本当にお願いします。宗教にやるんじゃなかったのかよ。宗教も解散したので、今もう綺麗な、なんで解散するの、やりきれよ。なんで、商売営業のやつが負けちゃったんだから、今ラッパーになったんです。ラッパー？ラッパー。この間も聞いたけど、ラッパーなんてやれるの？はい、いや、やれますよ。今めっちゃあれなんで、超練習してるんで、よよよよよ、高いじゃん、よ。じゃあラッパーで、ラップでちょっと勧誘してみよ。今ラップで勧誘ですか？よし、望むところじゃねえか。俺は崖の富士生まれ、崖の富士育ち、やばそうなやつは大体友達、イエーイ、笠井純。先生、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。はい、私の本気分かりましたよね。分からないよ、女の。ラップなんてもう43なるおっさんがやれねえよ、女も。でも見た目はめっちゃラッパーっぽいし、だし、ラップって今すっごい流行ってるんですよ。深夜番組とかやったり。超これになるんですよ。これに実はお金になるの？はい、めっちゃなってます。今結構もうなってます。あ、そうなの？もう、はい、もう稼いでる。もう結構稼いでるんです。実はちょっとまだ内緒なんですけど。あ、そう。で、笠井さん、お二人目生まれられるじゃないですか。うんうんうん、ちょっと必要じゃないですか、いろいろ。必要欲しいよ。はい、だからちょっと私とのタッグ絶対組んどいた方が、うんうんうん、後々いいですよ。絶対解散したら、ちょっと路頭に迷ったりすると思いますよ。路頭に迷うの？はい、迷います。あ、そう。もう絶対儲かるんだろうな。絶対儲かります。金の雨、超もう今絶対降ってるんで。降ってんの？降ってます、降ってます。あ、そう。見えませんか？俺には見えねえけど。いや、見えてるんです、私には。あ、そう。お願いします。よっだったら、まあ考えておいてもいいわ。本当ですか？うん。4月24日、うん、サイプレス上野さん、うん、あ、俺っちも、お、PV 出たことあるから。知ってます。うん、知ってます。後楽園ホール、後楽園ホール、後楽園ホールに金の雨が降るんだろうな。金の雨めっちゃ降りますから。よし、じゃあ当日まで、はい、ラップ、ラップ、俺っちも練習しとくよ。本当ですか？多分うん、金の雨が降るなら。降りましたね。オッケー、よろしくお願いします。じゃあタッグ、これからも組んでくれるんですね。これからはって言われると分かんないけど、とりあえず4月は組んでやる、はい、ありがとうございます、笠井さん。